カフェってますか？ご視聴ありがとうございます。よしお.comチャンネルです。今回はタリーズから2月10日に期間限定販売されたトムとジェリーコラボのカフェラテのご紹介です。品名が桜舞ういちごカフェラテっていうんですが、桜や春っていうつく商品を見ると気分がワクワクしますよね。早く春になってほしいですね。かわいいカップですね。いちごチョコが桜を演出しています。ホットとアイスがあって今回アイスを選びました。今回撮影スポットがあったので可愛く撮ることができました。生クリームにいちごソース、いちごチョコのカフェラテで結構甘いのかなと思ったんですが、ちょうどいい甘さで美味しかったです。一緒に頼んだ桜香るいちごチーズムース、ほんのり桜の香りを感じたので早速いただきます。ムースなのでとっても柔らかくて私好みです。味もいちごムースメインですが、チーズのさっぱりさが残る美味しいスイーツでした。その他にも桃のティーオーレ、クランベリーロールやチェダーチーズホットドッグなどもあるみたいです。普段はあまりタリーズに行かないんですが、今回行ってみていろんな勉強になりました。これからいろんなお店で春シリーズの商品が出てくると思うので、行ってみては紹介していきたいなと思っております。ちなみにこちらの仙台中央店では分煙でタバコが吸えるようになってるみたいです。あとトムとジェリーのコラボグッズもちゃんと売ってました。ネットですと大きいぬいぐるみなんかも売ってるみたいです。トムとジェリーが一足早い春を届けてくれるカフェラテを皆さんもタリーズで楽しんでみてください。最後までご視聴ありがとうございました。